惑わしの4月、片山広子。その小説は、エンチャンテッド・エプリル、惑わしの4月という題であったと覚えている。大正のいつ頃だったか、もう30年も前に読んで、題までもほとんど忘れていたが、2、3日前に不意と思い出した。ロンドンで出版されて、当時珍しいほどよく売れた大衆もので、作者の名も今は忘れた。 郊外に住む中流の家庭の主婦が街に買い物に出た帰りに自分の属している婦人クラブによってコーヒーを飲みそこに散らばっていた新聞を読む新聞の広告欄にイタリアの古城貸したし1ヶ月間家賃何々一切は○○へご書面を買うと珍しい広告文であったそれを読んだその奥さんはすごく内気な まるで日本の古いお嬢さんみたいな古い女であったが、寂しい地味な家庭生活の中で、彼女がこうもしたい、ああもしたいと心の心底でいつも思っていたことの一つが、その時首を持ち上げたのだった。空想はその瞬間にイタリアの古城に飛んで、何がしかの家賃を払って、その古城を借り、夢にも見たことのない イタリアの4月の風光を目の当たり見たいと思い立ちさて家賃を考えるそうしているところへ顔なじみのクラブ会員がまた新聞室に入ってくる今まで少しの交際もしなかった婦人であるけれど内木の夫人はこの人にその広告を見せるあなたこの古城に行ってみたいとお思いになりませんか私たち二人でこの家賃を払って その夫人もたちまちイタリアに行きたくなる。二人は長年の親友のように仲良く並んで腰掛けて細かくお金の計算をする。旅費、食費、家賃、それにコックさんもお城に留守しているから彼女にも心付けが入る。などなど二人の夫人はいつかの時の用意に預けておいた預金を引き出して。 一生の思い出に今こそ使っても惜しくないと思うけれど、それにしてもお金が少し足りない。彼ら、各々の夫には秘密にこの計画を実行したいと思うので、苦しい工夫をする。どうしても足りない。おりしもこの部屋へ若い美しい会員が入ってくる。考え込んで困っていた二人の奥さんは、この人に相談をかける。令状はびっくりするが、 少し考えて、たちまちその仲間に入る。彼女は本当は何がし公爵霊場で、ロンドン社交界の花形なのであるが、中流の地味な生活者の主婦たちは彼女を知らない。霊場は思わぬ人に思われてもやもやしている最中だから、ちょうどいい隠れ場だと思って、この婦人たちと公を共にし、費用の三分の一を持つことにする。 令嬢は何がし公爵でなく父の家の本名を名乗るから彼女の身分は少しもわからない。すぐに話が決まって彼らは楽しく出発する。その古城は4月の海を見晴らして夢のごとく映画のごとく小説のごとくそれよりもっと美しい。そこで事件が色々起こる。招かざる客が幾人も来る。私は 細かい筋を忘れたけれど、令状は思いもかけなかった恋人、公爵でも伯爵でもない若い立派な紳士を得るし、二人の夫人たちも冷たく遠かった夫たちを取り戻して、メイメイが賑やかにロンドンに帰ってくる話だったと思う。久しい昔読んだので、あるいは違っているかもしれない。今頃私がこの小説を思い出したのは、古城に遊びに行きたいからではない。 日本では立派な古城などはすべてお上の所有品であり絶え間なく焚き物代わりに焼き捨てられているのである私が欲しいと思うのは銀座か日比谷あたりに小さな女ばかりのクラブがあったらと外出嫌いの私にしては不思議な注文である買い物の出入りにちょっと寄ってコーヒーでも飲めて雑誌や新刊の本が読めたら気楽だろうと思う 難しい本と軽い読み物と混ぜて気分次第に読む。そういうところで若い人と年寄りとが親しくなって、各々の世界は無限に広がっていくこともあるだろう。そんなことを考えて私は明日よりもっと遠い日に希望を持つのである。どんなことにも先立つものがなければ仕方がない。今の時代には会社の使い込みとか お役所の秘密の何々とかいう場合、大抵三千万、四千万というような数字が新聞に出る。そんな多額のお金がどこともなく眠っているものらしいけれど、そんなにたくさんなくても、もっともっと小さいものでも天から降ってくるような奇跡を待とう。奇跡というものは昔もあって、今もあると私は信じる。